ロボットによるサッカー競技の大会、ロボカップの国際大会で優勝した宗像高校の生徒らが、今日服部知事を訪問し、快挙を報告しました。宗像高校電気物理部のチームは、去年11月に愛知県で行われたロボカップアジアパシフィックに出場し、サッカー競技のジュニアオープン部門で優勝しました。ロボカップは2050年までにロボットが人間のサッカーワールドカップの優勝チームに勝つことを目標とした大会です。自律型のロボットがボールをゴールに運んだりゴールを守ったりするようプログラムされていて、サッカー以外にも英語によるスピーチや論文などが評価の対象となります。宗像高校の国際大会優勝は初めてで、今後はより大きい世界大会の優勝を目指したいとしています。